ミラクルジャイアンツドームくんは原作石森翔太郎による日本の漫画作品。テレビアニメ化されて1989年4月2日から1990年3月25日まで日本テレビ制作、日本テレビ系列で放映された。全49話、本校では主にアニメ版について詳述する。子供たちのプロ野球離れが話題になっていた当時、 子供たちの人気を呼び戻すために子供がプロ野球選手として活躍する作品として作られた。また、1988年に完成した東京ドームのイメージキャラクターとして1989年から1991年までの間、東京ドームで巨人の選手がホームランを打つとドームくん人形が手渡されていた。作品は 読売ジャイアンツとセントラルリーグとパシフィックリーグの全面バックアップを受けており、巨人のみならず、セリーグとパリーグの各球団に当時在籍していた選手や、監督だけでなく、東京ドームをはじめとする各球団のフランチャイズ球場、そして当時の巨人北海道シリーズの舞台、札幌支援山球場が実名で再現され、登場する。番組の終わりには、巨人の選手、 コーチによる野球指導のドームくんのジャイアンツ入れ込み情報のコーナーもあった。漫画版は石の森翔太郎を原作者とし、学研の学習各紙で1988年8月号から連載が始まった。各学年ごとに複数の漫画家によって描かれており、年代に応じてメインキャラの年齢、登場人物に変化が加えられていた。 ドームのデビューから、くれない超バンドードのコンビとの対決までの展開は、どの学年も同じであったが、それ以降の展開や、登場人物は学年によって異なり、連載の終了時期も学年によって異なっている。学年によっては、サブタイトルは、ミラクルリトルジャイアンツであった。連載が開始された1988年8月号から1991年3月号の間では、 各連載作品の掲載詞の学年に変化はなかったが、1991年の4月号からは、掲載詞の学年が1学年ずつ繰り上がっている。また、学年によって最終回のサブタイトルに変化があった。プロ野球選手となるためには、年齢制限があるが、優秀な才能を持つ子供たちを発掘するために、年間出場回数や、 出場可能時刻など、自動保護のための多くの限定付きながら、年齢制限が撤廃された。各球団は優秀な才能を持つ、子供たちの発掘に努め、並みいる、プロ野球選手に勝るとも劣らない子供たちが球界で、活躍し始めた。セントラルリーグ、パシフィックリーグ、これらの魔球はそれぞれ、ドームスペシャル号と呼ばれた。アニメ版では、 ストレート系が中心だが、漫画版は変化球系が中心になっている。当初の魔球は東京ドームの特質を利用したものだったが、アニメ版では3号、漫画版では4号以降、利用しなくなる。ライジングシャインボール、コズミックサイコボール、宇宙遊泳はすべての球場で使用可能であった。オリジナルサウンドトラックはカセットのみで発売された。 主題歌を除く BGM 類は CD 化はされていない。放送日時は個別に出展が掲示されてあるものを除き、1990年3月終了時点、放送系列は放送当時のものとする。1996年に CS のファミリー劇場で全話再放送されていたが、以降は CS などで再放送されない作品の一つとなっており、 VHS による一部エピソードを除いてソフト化されていない。現在は閉鎖されている渡辺隆のウェブサイトに洪水のためギャロップの倉庫にあったマスターテープが水没したとの記述があり、それが理由とも言われている。ありがとうございます。